アノッチです。9年前のペナントオリックス編、今日で最終回です。はい、今日も取りだめです。はい、日本シリーズ第6戦で、第7戦かで3勝3敗、勝っても負けても終わりでございます。はい、今日の先発ピッチャーね、まさかのとこついていくから俺、これで西君がね絶不調だったのよ。ってことでランズラー選手、まさかだろ、先発適正ただの丸だから行くからなんだろう、最後にこういう形を取りたかった。はい、これで行きましょう。うん、これで行きましょう。まあ期待しかないですよ、ランズラー君には。うん、命運託したからおお、この時の杉内さんやばいでしょう。ただあれだよね、昨日シーズン成績見たけど、宇都宮選手、菅野選手の名前は目立ってたけど、あんま杉内選手名前なかったよね。いや今日能力が高いと思うんだよな、この時な。まあランズラー君に期待だ、なんとかしてくれる期待してから。ちょっと杉内選手の能力だけ見させて。いやいいよね、いい能力だよね。はい、カット、カット割ろう、プレイボー、いいね。センターに抜けました、先頭バッターを出してしまいました。はい、走ります。どこ行った、ランナースタート、キャッチャー送球して、はい、成功です。この場面で盗塁を、いい激アツ。いやここ一発持ち上がんね、ぶち込まそうぜ。満塁ですか、定まっていません。うん、これでの初回行こうや、初回に行こうや。いや、ホームランが良かったホームランのために使ったから俺。まあ、それでも2点よ、勝ったな。ランズラー君が点取られる未来が見えないもん。いやー、もう1点ぐらい欲しいな。ここが勝負だ、使ってるイニングだから。ちょうど2点じゃねえ、うちはもう奥の手なくなってるわけだから。よし、いよいよ最終決戦、バッターはもう命運託してから。打ちました、はい、いや、ワンアウト、任せる、はい、三振です。ツーアウトランナーありません。いや、ナイピッチいいぞ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 、素晴らしいぞ。はい、いいね。いや、ランズラ君ね、すごい打ちそうなんだよね。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー、バント下手か。バッターはランズラー、いや打たせようか。おい、ボールを拾ってセカンド送球、ノーアウトランナー、打たせます。はい、よいしょ。ピンチの場面でしたが、そういえばこの日本シリーズはあれですね、キャッチャーポロリが目立ちますね。一塁送球、一塁、あんまりシーズン中なかったんですね。いいね、なんとなく輝くタイプの気がしたんだ。ずるいもんずるいもん。やるやる、1点ぐらいやる。最終的にうちは勝ってんだから。君のおっぱいに
チェックメイト、残念ながらサムネはもうねランズラックに決まってるから。よし、一塁そのまま入ってアウト。引っ張った、うっ、どまい、抜けました。ツーアウトからランナー出ました、ジャイアンツです。引っ張った、よっしゃい、二塁送球、いいよ、スリーアウトチェンジ。しかしこの回いい勝負ですな。打ちました、うん、坂本アウト、ワンアウトです。なんかね、このままだと逆転されちゃうと思うんだ。いや、1点じゃ足りないよ絶対。どんなにうまい子でやっても3点は取られると思うんだよね。だからまあ最低4点、そこだよね、欲しいのはね。バットに当たりませんでした。まあこれはそのランズラークがどうのとかというよりも巨人打線を考えたときに1点で済むとは思えなくて。ワンアウトからランナー出塁しました。バッターこれはどうか、一二塁間を破る、あジャイアンツチャンスになりました。ちょっと頼りない紅茶券使っときますか。よし、高いバウンドになった、うまいね、サードが抑えた、いいね、入って三塁アウト、ダブルプレイ、チェンジです。よし、4回の光さんファイト、引っ張った、どまい、一塁送球アウト、ワンアウト、いいね、いい当たりだ、高く上がった。どうする、ランズラー君バントさせる、バット振ってくれる気がしないんだよね、まずね。ちょっと中途半端な感じになりましたね。振ってくれんじゃないか。だって立ち姿やる気なくない？立ち姿やる気ないのよ。振った。いけいいよ。ツーアウトランナー二塁。インサイド。惜しいね。一塁へ。一塁アウト。ファインプレイ。これでスリーアウト。さあ、なんやかんや4回まで来たぞ。ジャイアンツ。はい。よし、オーケー、アウト、ツーアウト、打ちました、いいね、思ったよりいいね。ちなみにランズラークはもう5回までって決めてる、俺の中では。もうそこからもう継投、打ちました、この当たりはどうか、センターが取りました。よし、走るか、二塁送球、盗塁成功、ここで盗塁を許してしまいます。打った、うわ惜しいね、まあ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 、進塁だ進塁だ進塁だ、ご覧いただきましょう、よく取りの、うわすっげえ曲がったね今のね。さあラストイニングですよ、ランズラ君、伊藤さん、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました、先頭バッター出ました、ジャイアンツ、なんだ、いやもう任せるでいいよ、レフト線へ持っていった、フェアだ、ヒットになる、同点のランナーが三塁を回った、いい勝負ですな、代打？おお、代打か。ここでジャイアンツ。よし。打ち上げた。ショートが構えます。はい。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁。はい。が出ません。任せる。ジャストミート。ぐんぐん伸びる。入れば勝ち越し。伸びていく。ちくしょう。ちくしょう。なんとかな、いや、やっぱね、やっぱ点取られんだよな。
これはいらん。これはいらん点数だ。逆転してやるよ。お疲れさま、ランズラ君。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。強えな。逆転勝ち優勝よ。もうここが勝負だがないからね、うちはね。一塁そのまま入って、これはバットです、三振です。打ちました。弾き返した打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んでスリーアウト。まあまあまあ、次のイニングですな。ラッキーセブンで上位打線にも回るし、はいね、ピッチ。外れてフォアボール。よし、いいね。よし、初球打ち。お疲れさん。掴んでスリーアウトです。さあ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 、なんとか点取るよ。これから7回、ジャイアンツに選手の交代がありました。阿部選手がはけたね。あ、DH、そもそも DH か。あ、DH ね、ないもんね。まずブルペン。はい。代打。まず出塁。まずもうそっからそっから。ピッチャーに打順が回ってきましたが、ここでバファローズ。いや、本当あれな、コンパクトのプラスに結果出ねえな。ワンアウトです。まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターサードが取る。惜しいんだけどな。タイミングでしたが、引っ張った。ライト下がっていく、下がっていく。いい当たりなんだけどな。スリーアウトチェンジです。くそ。おい待てよ、負けて終わんのかよ。すげえやだぞ。ジャイアンツ引っ張った。なんか現実だとさ、リーグ優勝逃してるわけじゃん、ゲーム差ゼロで。引っ張ったヘルマン。そんな感じになっちゃうもん、結局んところみたいなさ、てっぺん立てんみたいな感じになっちゃうもんね。うわー、止まんねえなー。ジャイアンツチャンスになります。よし、大きいぞ。まだ伸びる。オッケー、スリーアウト。追加点は与えません。さあ、このイニングで点取れないとマジしんどいよ。なんとか点取ろう。引っ張った、高いバウンド。あー、もうこ、もう糸井さんのね、出塁結構かかってたんだよ今な。インサイド落ちました。大きなバチ、ないバチ、ないバチ、ないバチ。センターに抜ける。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは5番、打ちました長嶋。うまい、ナバチ、いいね。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。よし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 、なんとか1点取るぞ。ピンチになりました。プラス振るか。いくら役に立たないと言っても そろそろ立つだろう。よっしゃ、しっかり捉えた。大きな打球だ。ナバチ、ワンバウンドヒットになった。打ったバッター二塁へ。サードランナーホームイン。あと1点。セカンドランナーも、いや、いいね。なんか最終戦にふさわしいね。うまく打ち返されました。光さん打てます。変化球、ナバチ抜けた。さあどうする、スクイーズ。待てよ、ヘルマン選手か。ジャイアンツさらにピン、
コンパクトか。ここでしょうね、左キラー的なのはいないか。トライ君か。いや待てよ、ちょっと待て。坂口選手でチャンスに強い、ここを信じます。さあピッチャーにでコンパクト、変化球、よっしゃ、ライマッチ、これは枠ね。お任せ、よっしゃいいね、よし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 、素晴らしい。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。2番バッター俊太、高め打った、ファーストショート、いいよいいよいいよ、そのまま入って一塁アウト、これで3アウト。いやー、熱い試合だね、最後ね、本当ふさわしいね。守備位置は大丈夫だね。とりあえずみんな入っておき、はい、もう9回は平野さんお任せ、もうね、ゼフショーだけも関係ないから、頼むぞ頼むぞ、よし、2球目打ちました、セカンドが落下点に入りました、オーケー、取ってワンアウトです。打ちました、これはうまい、足立、素晴らしい反応を見せた、アウト。ご覧いただきましょう、はい、よっしゃ、何度か1点取って、1点取ろう、1点でいい、もう1点あればいい、見逃し三振、まず1つ、もう1点あればいい、いい当たりだ、よし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 、バッターランナー1塁を、よく走ってるよマジで、よかした、ここはうまく打ち返す、さあヒット1本、ストレート打っていった、なんとかヒット1本打ってくれ、バッターボックスセンターへ、まあしょうがないですね、掴んでスリーアウト、追加点は守備だな、まずは相撲はレフトだね、でサード原選手出してって感じか、こんな感じだね、さあ頼む守護神いや1点差か、ドキドキすんな、最終回バッターは大丈夫、これは上がりすぎ、構えます、よし、抑えてワンアウト、さあピッチャーに打順が、大丈夫、ストレート、うまい、あと一人、このまま日本シリーズ日本一なるよ、打順はトップに帰って、外れてフォアボール、もう平野さんで行くよ、ライトを持っていった、これは大きな打球、頭上を越えていった、もう平野さんで行く、追いつかれるまで行く、ここは見事なバッティング、ツーベースヒットでランナー二塁三塁としています、最後やろう、頼りないコーチアゲンを使おう、ここでコー
チが声をかけました。初球打ち。やった、危ねえ。危ねえ。なんとか日本一だよ。いやー、最後も苦戦しまくりだったね、日本シリーズね。日本シリーズを制したのはオリックス・バファローズです。いやー、よかったよかったよかった。いやー、最後面白かったね、いい試合だった。もう若干ランズラ君が先発だってこともう忘れてるもん俺。いやー、いいですな、はい。まあ最後にあのベストナインとか見ましょうか。よ、一応シーズン成績は昨日ので見てるんで、表彰。ああ、まあまあまあ、もんか。あ、そっか、石川選手ってルーキーなんだね、この時ね。沢村賞、大谷さん、いいですね。日本シリーズ MVP 平野さん、意外とベスト9オリックス少ねえな、2人しか入ってねえわ。まあゴールデングラブになる。ああ、まあそれでも2人か。で、糸井さんと足立さんしか選ばれてないんだね。最優秀新人グリエル選手、助っ人外国人でも新人王って取れるんだ。はい、という感じで、無事何度か日本一。危なかったね、本当ね、余裕ぶっこいてやっててね、これで優勝できなかったらかっこ悪いもんね。はい、ということで、オリックス戦終わりでございます。明日から、ヌートバー物語パワープロ2022かでやってきます。はい、では、終わりましょう。終わり、さよなら。勝負か。